国府氏は、波多氏改め惟宗氏の子孫。薩摩国に下校した朱印氏の分家。薩摩国分寺の留守職を代々継ぎ、戦国時代には有力な国人領主となる。その後、東園筋の島津隆久の家臣となり、以後薩摩藩主として続く。惟宗正朱印氏初代、安友の次男の友久は、国分寺座多職並びに、天満宮別当職に部任され、水引城に居城して、国府氏を称する。15代友関に至り、天正15年、豊臣秀吉の侵攻に伴い、鹿児島に移り、以後鹿児島に居住する。公250石、川内天神領は、従前通り領を治む。価格、骨外国府友久安楽寺領、薩摩国高城郡内有所、国分寺留守職、天満宮別当職。国府友成を寄守、周を守る、高村即居後無朱印職。国府友院備後守。校長2年無教徒大番役。友成の孫、友成、友幸、友院、国府友方備後次郎筑前先生家門助。弘安4年元光寺、友見祐専公。昭応元年10月3日将軍化粧の、玉物筑前国佐原郡、七熊郷内。治道2年10月至正安元年、笹具大主、忠宗公命続在勤を筑前国派神崎警護、番役、以上8度なり、その中時勤領海吉社使い代官金の、国府友貞延文4年8月17日属宮方を築五国戦没、国府友重家門助、文那3年6月10日、高知路上、属将軍方、笹具寿大主使、久木最前長谷来遊軍中。国府友豊備後守。国府友俊越後守。国府公友、国府明友備中守。国府則友、国府浅友越後守。国府高友、国分貞友筑前主入道。代々富主別当領職勤の。国府祐石天正15年、秀吉公信公により、家宅民億商土となり風来の重機、文書等も、また多少出。鹿児島定城滑川に移住。国府友和、当住移り鹿児島。金五兵具奉行。小振り巡る奉行。住州大根締、薩州山川寺当職。国府友章、平吉、左京、彦右衛門高、殿役奉行。国府友清金山総奉行。国府友正実友正の子、友章の弟、友、輝き、友正、友正。着氏、山奉行、国府友明玉物等遺跡家督、国府友春玉物等遺跡家督、国府友技、友春の弟、天明3年12月25日14代、貞友までの位牌を国分寺に安置、聖堂300匹寄進。国府友広国府平太夫、新田神社所有の花鳥文様の銅鏡は、中心の中の左側に、永仁2年3月18日、左衛門之丞友俊氏入のと宣告の銘があり、永仁2年か、鎌倉後期の制作とみられる。左衛門之丞友俊は、鎌倉時代、新田神社とも関係の深かった、惟宗正朱印氏の分流の国府氏ではないかと言われている。国府氏の8代目に、友俊の名が見える。また、国府氏は代々、左衛門の左衛門之丞を称している。銅鏡は国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。